エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。ウェルカム。
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
な、どこ、あ、もう遅い遅い遅い。あ、どうもどうも、アッキーノです。エデンだと初めましてだね。っていうか、私シラミネノキア、よろしく。じゃない！遅いよ！何してたのよ！こんな危ない場所で一人きりで待たされる身にもなったよね！ブルーボックスはまだ来てないのかって？ふん、来てますよ。来てますが何か？ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつそういうとこあんだよね。自己中的な、イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか、電脳空間で幽霊なんて非科学的だし、意味わかんないし、怖くともなんとも。恨めしや。どうしよう！ちょ、ビビりすぎだっての。じゃん、ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。そのこんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つーか、初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし、自己中だし、目つき悪いし、ほら、イケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。え、何これ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。ふーん、特定のデータ、
デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。お、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだ。ハッカーなんてやばいよ。絶対やだよ。いらない。こんなプログラム捨てなきゃ。嘘。やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何？何よそれ。逃がすかよ。なかったじゃん。どうしてこんなのが。これもハッカーの仕業。先へ進めってこと？私たちを返さないつもりなの？どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もいる。この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。
僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの、他人の財産や個人情報を狙い、アカウントを強奪するもの、自分の技術を磨き、ただ力を試したいもの。本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だとひな鳥どころかまだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか、それは君の自由さ。だが経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力を。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら君の後ろにいるあれがデジモンプログラムだ。
せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。はい、デジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。少し待っていてくれ。しかし驚いたよ、このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。ん？追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には負えない。やめ。なんだって？君は追われたデジモンを気にしているのか？物好きだな。だがそれこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら君がバカを見るだけだからね。君がそう決めたなら好きにするといい。あとを追うなり何なりね。まったくとんでもない卵だな。デジタルモンスターに丸腰で挑むつもりか？本当に物好きだよ君は。いや、ただのお人よしか。奇遇だな。僕もそれなりに物好きでお人よしなんだ。特別な君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出したプログラムを使いこなせ。準備はいいか？デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵はかえった。この先は君次第だよ。それじゃあ僕はそろそろ消えるとし、目つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。創世記の遺物
忘れ去られた過去の残滓さ。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うといい。目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちていなければね。なぜ驚く？まさか彼から何も聞かされていないのか。なら僕から言うべきことはない。本人に直接聞いてくれ。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。
君が連れてるその…その子がデジモン？あ、じゃあさっきのあの子たちもデジモンなんだ。けどそのデジモンもあの子たちも悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。え、凶暴な野良デジモンもいた？な、何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから、は、早く合流しよう。行くぞみんな。不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新たとも会ったことがあるような。うん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそうか、そうかも。なんか変。何今の。君も見た？またハッキング？もう本当何なの？行こう。この先にあなたがいるんだよね。なんだよ今の映像。子供？気味悪い。畜生、なんだってんだよ。すげえ嫌な気分だ。ああ、いたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。まさか
噂で聞いたエデンの黒い怪物か。データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。走れっつってんだろ。グズグズしてんじゃねえ。おい、君たち。僕たちがノキアを守る。逃げてノキア。どうしよう、強すぎるよ。僕なんでこんなに弱いんだ。ノキアをみんなを守りたいのに。よし、ロックを解除した。ログアウトできるぞ。おいノキア、早く。でもあの子たちがまだ。わかんねえのか。足手まといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃあいつらはどうにでもなるんだ。おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ。いいな。僕たちを見つけて。ねえ、ちょっとあれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら、天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ。まとめて逮捕すんぞ。ああ府警さん、こっちに。誰が府警さんだ。誰が刑事さんだ。刑事さん、見た目だけで物事判断してんじゃねえ。逮捕すんぞ。なんだありゃ、どうなってんだ。キモいから逮捕。そこ逮捕。
面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おおおおい、待て、そこの車、止まらねえと逮捕するぞ。こら、人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。話はできるかい。それはよかった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解できていないようだな。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲で。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかった君を見つけたのさ。自分で言うのはなんだが、あらましは嘘のような誠だ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したような。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするなとは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えてみよう。私が誰か。そうか、自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたよ。すまない。私はクレム京子、しがない探偵さ。